こちらは GI 制度のコーナーです。GI 制度とは、地域に結びついた食品の名称を保護する制度です。登録をすることで様々な効果が見られます。北海道の3品について紹介します。1番目は最も有名な夕張メロンです。香りが強く甘いのが特徴です。2品目は、トカチ川西長芋。ドロロにした時の粘りが強いです。3品目は、今金男爵。 澱ンプンが高いため、ホクホクしています。4品目は、ヒ山マハ星ナマコ生子になります。主に中国向け入出しています。5品目は、アバシデコ産シジミガイ。7年以上かけて育ったヤマトシジミになります。最後は、ところピンクニンニク。一般的なニンニクと比べて香りが強く、糖度が高いです。 こちらは日本全体の GI 制度への登録状況で10月現在で121品目目になります。GI 制度に登録されている3品はこのように放送などに GI マークが表示されています。放送に利用される GI マークについてはカラーおよびモノクロなどがあります。こちらは段ボール箱に印刷されている GI マークになります。 北海道以外の登録産品について紹介されています。東北のひしがねさくらんぼ、関東の市田垣、北陸の吉川なす、東海の特産松笠牛などが紹介されています。近畿の三輪そうめん、中国四国の木頭ゆず、九州のやめ伝統本玉炉、沖縄の琉球もろすみなどが紹介されています。